6章戦火の引き金。さあ横浜貿易公使、まあ、爆発事件の直後かな。誰や。ああ、みんな捕まってんのかこれ。ああ、拷問か。ここは拷問だな完全に。やっとお目覚めか。遅えよ。ナンバーどこだ。なんで1番だけこんな脱がされるんだ。いや、無駄だよ1番。落ち着け。こいつマブチか。てめえこれ、俺たちをどうしようってんだ。江口マブチか。まず落ち着けって。はあ、あんたまで何をのんきなこと言ってんだ。俺らはさ、お前の目が覚めんのを待ってたの。もう全員自己紹介も終わってるから。そういうこと。でもこの様子見るにさ、一番だけ拷問受けそうじゃない。始めるか。そら焦るって。一人だけ脱がされてんだから。始めるって。ちょっと待てよ、あんた誰だよ。俺たちは自己紹介まだだろ。うるせえんだよ。カスが存じて。名前知ってんのか。あんた誰。一番歯綺麗だな。ラオマだ。あ、ラオマ。ラオマこと真淵、真淵ことラオマ。お前が真淵。じゃあ改めて始めるぜ。いくつか質問に答えろ。野々宮を。ああ、乙姫ランドの店長、あの人なんで殺した。なんでだ。俺は忙しいんでな。この場で質問できるのは俺だけだ。なんかマムチのイメージもっと。言うこと聞けないなら仲間を。細身のインテリやろうかと思ったけど、ちょっとぽっちゃりなんだね。怖いことされてるけど。いやー、絶対絶命。これは逃げられ。録画を始めないんじゃないのか。はい。何始めんだい。お前には選択できる権利はない。仲間見殺しにしたいのか。お前は青龍会の人間だな。は？ちげえよ。その割には立派なもんしょってるじゃねえか。それで仇とは言わない。ああ、そっか。そこまでずずしかね。入れ墨入ってるから青龍会の人間と間違われてもまあしゃあないよな。うちの倉庫でこいつを盗もうとしてたって。なんでだ。人民元なんざ日本で使えねえぞ。偽札だろそれ。ほう、なんでそう思う。見たんだよ、事務所になかったはずの金が急にピン札で現れたの。食材扱ってる倉庫に妙な白紙の束が大事に箱詰めされてんのか。これだからマブチからしたら偽札だと承知の上で人民元も偉人さんの均衡が破られたと思ってるんだよね多分。盗んでどうするつもりだ。一番が青龍会の人間だと思ってるから。あんたマブチに尻尾を掴んだんだ。あれを使っていずれ店長を殺した落とし前をつけさせる。だったら徹底的にそのつもりだったぜ。追求するよな。そうか。一番、お前らは俺のビジネスを嗅ぎ回るために倉庫へ入り込んできた。そして入ってからたまたま偽札に気づいたってことだな。青龍会の人間にしては周りの仲間がおっさんと綺麗な女性すぎるけどね。まだ誰にも知らせちゃいねえんだな。さあどうだかね。答えろ。仲間を見殺しにする気か。まだ誰にも話しちゃいねえよ。そりゃよかった。じゃあ最後の質問だ。その調子で気持ちよく答えてくれよ。なんだ、さっさとしろ。お前は
俺が野々宮を殺したと本気で思ってるのか。え？ああ、そうだ。ああ、そう、いやでもこれは分かんないな。いいね、その言葉バッチリだぜ。バッチリ？なんだ？よそからしのぎに首突っ込んでくるとはな。そいつはご法度のはずだぜ。なあ、青龍会さん。だから、俺らは。いやー、これは星野龍平さんに迷惑かけるな。まんまとやられたのかもな。え？やられたって。偉人さんはお互いの島に立ち入らねえのが鉄の掟だ。だが青龍会はそいつを破った。そいつはつまり、ハンピン・リューマン上の宣戦布告だ。はあ、カメラ止めろ。おい、何勝手なことばっか言ってんだ。俺は青龍会なんかじゃ。いい芝居いただいたぜ。仕上がりが楽しみだ。ハンピン・リューマンとさ、青龍会がぶつかる。いや、いい芝居した方に。ことでメリットがあるのは、一つ教えてやる。コミジュールだよね、偉人さんのもう一人の。野々宮をやったのは、俺だ。お前かい。やっぱりてめえか。やっぱお前かい。今撮った映像、倉庫の防犯映像と繋いでメンバーに送っとけ。青龍会が仕掛けてきた証拠だってな。はい。お前らには礼を言う。あ、はあ、最初は心配してたんだ。マブチの自作自演ってことか、これ。俺が撒いた種で水をやってくれる奴がいるのか。だがお前らが現れた。そして今日、おかげで肌が咲くまで。ああ、やっぱマブチのこれ、全部裏引いてるのはマブチか。おい待て。何を企んでやがる。聞いてんのかこれ。一瞬コミジュルが横浜の派遣取るために無駄だぜ、うん、ラオマーって言って、マブチは青龍会相手に戦争を始めてる。野々宮さん倒したのかなって思ったんだけど、青龍会相手にこの町の均衡をぶっ壊す気だ。全部マブチの作戦なんだな。なんでそんなこと。映像を撮るところまでを考えて。ただ問題は、青龍会がリューマンに抗争をふっかけた、その口実に俺らが使われちまうってことだ。俺らが？そんな、どうして？さっきのビデオを使う気みたいだな。まあ映像的には一番しか、でも俺らは関係ねえ。出てないからな。そんなビデオ、喧嘩の口実にならねえだろ。めちゃくちゃ肩気なんだけど、一番は。青龍会が仕掛けてきた証拠として、見た目ヤクザだからな。メンバーに送るように言ってたろ。それに、撮影してる時に見せたマブチの笑顔と妙な言葉の端々。全部がいちいち気になる。何を企んでやがるのか。あんな野郎。少なくともマブチはこの町の均衡を本気でぶっ壊す気らしいな。なあ、その話後でよかねえか。見張りの入り口になんとかここを脱出しないと。いや、この状況出れるか。ああ、確かにそうだ。かといって外部に仲間がいるやつらじゃないんだよね、こいつらは。ニック・尾形とか来ないか。ニック・尾形、ヘイ、一番みたいな感じで。な、あー、一番目線で、まあちょっと様子見てみる。おい、ナンバー、あんた怪我は大丈夫、お前よりは軽く済んだ。まあ、あの爆発事故だから熱風とかね、打撲とかあると思うけど、それよりここ出る方法だよ。なんかねえのか。なんかねえかつってもな。まあ最高、元気づける。さあちゃん、怖がんなくていいぜ、なんとかなるって。うん、本当に。いや、でもさっちゃんもこういう現場来てもまだまだ強い女性だね。本来は。うん、か弱い女性だと思うんだけど、今までなんとかならなかったことはねえんだから、だろう。まあね。あたしさん、まあ怪力といえばあたしさんだから、さすがに鎖取れねえから、うまい脱出方法あるんじゃねえのか。もっと刑事だもんね。ああ。まあな。マジか。マジか。さすが元刑事。
で、脱出方法は、まずこの鎖を外すしかねえ。じゃあ鎖を外す手はあったらとっくにやってるよ。何それ。まあ拷問用具があったからなんとか。いやでも無理か、届かないよね。なんか一番が体操選手並みに体を自由に使えたらぐるぐるぐるってできそうなんだけどな。なあ、この場所って何なんだ。てかどこ。爆発したそこから車で連れてこられた。その時は目隠しされたから場所はわかんねえ。異人町にいくつかあるマブチのアジト、そのうちの一つってことだろうな。チクショー、寒いな、風いやそうだよな、多分地下ってちょっと寒いよね。一人上半身裸だからな。バカは風邪ひかね。うるせえよ。あれ、俺の服は。あそこの段ボールあるでしょ。いや、なんか汚い。なんでそんなと汚いところに入れられてる。ああ。あの中よ。私たちの持ち物全部放り込まれてたから。ん？え、俺の上着の中にスマホも入ってんだ。じゃあ、一番のだけじゃなくて、私たちのスマホとか財布とかも全部あそこ。じゃあ、あれをなんとかこっちに持ってこれりゃ、外から助けを呼べる。いやー、ニック・オガタかエリちゃんぐらいしかいないよ。そりゃ、俺らだってわかってるさ。でもな、まずこの鎖外さねえことには無理だ。俺らもうみんな試してかびくともしねえ。おい。一番よ、お前んとこの鎖はどうだ。案外脆くなってたりして。いや、軟禁状、ガチガチの軟禁状だしね。力ずくで、あ、もうこれしか選択しないな。よし、じゃあ一応やってみっか。一番、乾杯。いや、無理だろうな。なんかここ、どういう施設なんだろう。なんかすんごいね、吊り下げるようなものがあるけど。ほら、どうした、手加減すんなよ。遠慮なくやれ。逃げなきゃやられる。死ぬ気でやれ。うん。一番、あんたならできる。待てよ。ちょっと待った、ビクトも、まあ、やっぱ無理だよな。まあ前作までの主人公でももしかしたら無理かもしれないね、これは。やっぱ無理か。もう本当になんかあれかな、豚とかを吊るしとくところなのかな、ここ。まあ、で、望みがあるとしたら、誰も来ねえな。この拷問用具だけど、このまま死ぬまで放置ってことねえよな。だとしたら、ずいぶん気の長い拷問ね。ちくしょう。いや、なんか足音がする。なんだ、マブチ帰ってきたか。いや、なんかや監督か、これ。あの、見た顔だぜ。あれ、後ろのやつ、やっぱり倉庫にいた連中よね。お前らのおかげで倉庫は大破。ちょっともう一回見せて。全部吹っ飛んだ。その責任を取ってもらう。トラック爆発させたのはあんたらだよな。俺らじゃねえよ。ラウマーからお前らを見せしめにしろと指示があった。見せしめ。ああ、お前らの死体を切り刻んで青龍会に送りつけてやる。まあ、マブチからしたらもう何やってもいいもんな。時間かけてじっくり楽しんでやれって言われたよ。部下にやる気を起こさせるのは上手い人だ。なんかこの人顔腫れてない。そりゃいい上下関係だね。こんな顔ブヨブヨだったっけ。親知らず抜いた。お前もそれなりに修羅場をくぐってきたんだろうが、4本一気に。悪運もここまでだ。いつまで強がれるのか。こんなパンパンだったっけ。うわっ、いや、こいつ容赦ねえな。痛いか、怖いか。結構深い傷。いい顔だ。ずっ
と見てたいぜ。やめなさいよ変態。お前は後回しだ。後でじっくり楽しませてもらうぜ。ふざけんなこのド変態。褒め言葉をありがとうよ。てことでまずは前菜で。ジジイからだ。ジジイの金的見せろ。ジジイの金的も強いよ。やめろ。え？データやっぱ。いえ、実はラオマーからちょっと申し使ったことがありました。いや、この男は申し使ったって。やっぱそうだよな、やっぱそうだよ。おい、ラオマーが何だって？なんで鎖外してんだ？これ俺が言っちゃっていいのかな。私にできるのはここまで。あとは自分たちで何とかしてください。こいつ生きてたのか？もちろん戦闘力はめちゃ強。全力で逃げた。ここ戦ってくれてもいいじゃん。命の恩人が現るってとこか。残念ながら俺の悪運もまだ尽きちゃいねえな。誰なんだあいつは。知らねえよ。ま、今度また会えたら飯でもおごっとくわ。ちょっと何のんきに話してんの。そうだ、とりあえずパーティーを外さねえと。今助けるからよ。よし行け一番。お願い頑張って。よしてこの野郎。足立さんだけでも外さない。いや、あの男はもう俺が言っちゃっていいのかな。やってやるぜ。龍が如く6で出てきた半純義という男なんだよ。戦闘力とか強い半純義でも、まあこれは少しネタバレになってしまうんですが、やつはリーガごとく6で完全に死んだはずなんだよね。あれで生きてるってちょっと考えにくいんだけど、まあとりあえず倒すか。その辺わかるかな。乱れ続き、あんまこれやったことないかもね。レベル17か、結構強くなってきたな。今一番たち17だよな。これ1対1は結構ガードが大事になってくるんじゃない。一番あんだけ拷問されて、まあ、あんだけっていうか胸切られて体力全開っていう。元気だな、ロックスイング。これ全体技じゃないのかな、単体技なのか。やばい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 。ガードができない。あ、でも弱いな。別に渾身パンチとかのいけっかな。しゃあ、あと監督か。ロックスイングで投げちゃっか。いや、まさか半純義あの男が出てくるとは思わなかった本当に。さて、でもあいつの出身、いやでも本当そ、もう本当にあいつは死んだはずなんだけどな。ちょっと面白くなってきたぞまた。強くなった気がするぜ。フリーターなんだな今。わー、でもちゃんと胸切られてる。この辺細かいよね、状況に合わせて。いや、ちょっとどうなってんだろう。あ、本当にあったんだそこに。よし、ちゃんとスマホもある。ニック尾形じゃなかったか、救世主は。まあ冗談では言ってたんだけど、県外だけどな。助けは呼べないってことね。ああ、しょうがねえ。でもよ、さっきの黒マスクの男、俺らを助けてくれたやつな、誰だったんだ。一番覚えはねえのか。いや、まあプレイヤーシリーズやってた人には覚えがあるんだけど、一番はもちろん初対面だよな。俺らを助けてくれたってことはハンピン竜マンじゃない。じゃあ清流会の人間か。いや違うだろうな。一人でこのアジで乗り込むようなリスクの高い行動をするってのは考えづらい。ああ、だとしたらまあコミジュルか。
ハン・ジュンギってそっちの流れだもんね。確か。ちょっとあんまりもう覚えてないんだけど。見た目はイケメンだったわね。韓流スターみたいで。ああいうのが好み。そうか。それだ。何が？多分俺の読みじゃコミジュルの人間だ。あ、やっぱそうだよな。断言はできねえから。え、コミジュルだ。コミジュルがなんで俺らを、まあラオマーことマブチが、うん、ホンピン・リューマンが均衡を崩そうとしてるから、コミジュルがそれを察知して手出してきたのかな。マブチのアジトにもスルッと入り込んでふわっと俺らを助けたんだぞ。つまり消去法でコミジュルってことか。ああ、あくまで元刑事の勘だから、まずはここを出よう。まあでもなんかそんな感じがするよね。韓国系というかそっちの流れだからな。だね。さあ、これは久々のダンジョンかな。多分チカロダンジョンとなるとめちゃくちゃ戦闘が長いんだよね、このゲーム。まあ面白さでもあるんだけども。やったぜ、スラッパ。あ、こんなとこにもあんじゃん、投げナイフ。なるほど、この辺とかもうねえかな。この拷問道具何一つつかなかったね。これは雲。これで装備は戻ったと思っていいのか。ああ、いいね、戻ってんね。なんか強くなったりはしないか。あ、いいね。うー、強くなった、強くなった。さっちゃんこの格好で一応野球帽かぶってるんだ。ダッサロングコート。ダサいな。なんかさっちゃんつけとこっか、適当に。瞬発力こんなもんか。さあ、じゃあやってこっか。まあちょっとハン・ジュンギの件は気になるんだけど、まあまとめるとここまでの騒動はマムチが全部自作自演してて、星野、竜兵、清流会かが、まあ均衡を潰そうとしてるっていう口実をつけて、ハンピン・リューマーが動き出すっていう作戦だったんだな、裏では。そっか、なんとなく俺コミジュルが派遣取るために2つの組織を戦わせようとしてるのかなって思ってたんだけど、もうこれは完全にマブチの作戦だったんだ。いや、でもそんなうまくいくのかな。コミジュルだって相当な戦力なはずだと思うんだけど、自分から動き出す。まあでもそっか、清流会から動き出したってことにしてるんだもんな、これね。え、誰か来るけど。まあでもだいぶ見えてきたね、ここまでの騒動。わかってるって。何が楽しいのよ、さっちゃん。安心しろ、おっさん3人がいるから。お前らどうやってここに。お、敵が現れたってか。はあ、エンカウントって言いたいのね。おう、おい、捕まえろ。どうすんだ、一番逃げるか。逃げる、戦うしかねえだろ。ハンピン・リューマー、えらい狭いな。まあこの辺はどうだろう、多分戦闘長くなっちゃうんで、また飛ばしてもいいかな。まあ一旦この戦闘だけやろっか。なんかストーリーであるかもしんないし。まあお祝いのシャンパンでいっちゃいましょう、さっちゃん。なんかそろそろまたジョブ変えてもいいね。結構ジョブランクもレベル7。痛い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 。チャカ持ってんのか、ハンピン・リューマンは。やっぱりこっちに行っか。でも足立さんの攻撃力高いから。ほんと足立さんのさ、伊達さんはほんと馴染んでるね、普通に。いやー、どんどん稼げるな。レベル18。うん、じゃあまあこんな感じで進んでいくのか。うわ、え、ああ、こっちか。ここはまた通れなさそうだけど、とりあえず進んでいこっか。で、あ、ここでまた地下下がんのか。地下牢から地下下がんのか。なんか地下ダンジョンって感じだね。また回復がある。
で、まあこっから、あ、セーブがあるね。一応しとこっか。よし、じゃあダンジョンやってこう。うわー、またでかそうだなここめちゃくちゃでかそう。まあちょっとコツコツ、うん、向かいたいと思います。よし、これで、あー、ダンジョンの最後のとこまで来たかな。まあ今ちょうどカットがあったと思うんだけど、ちょっとね、頑張ってこれ長かったわ。20分ぐらいかかったのかな、実際は。うん、ちょっと今ここの、なんか奥にあるな。ちょっとここの戦闘が今終わったとこなんだけど。開けてみるか。やったぜ。いやー、ほんとね、何回か言ってるけど、ナンバがめちゃくちゃ強くなっててね。なんかちょっとここの敵の弱点を全部ナンバがついてくれて。まあ、カットしてるから伝わらないとは思うんだけど、ナンバが急成長してるね、ダンサースタイルで。やっぱ真島さん担いでるから強いな。さあ、じゃあここが目的地になってるので、これまだ続くとかないよね。今 B3階、地下3階だけど、これ続くねバリバリ続くね。一旦休憩。まだまだどうやら続くようですね。相手ボックスは関係ないか。いや、結構このダンジョン長いな。開けてみるか。まあ、いろいろ、びっくりした。驚かすんじゃねえよてめえな強っ。何お前、もうどんどん使っちゃおう。ここ回復できるから。回復するところ出てくる敵意味ある何お前、レベル20はめちゃくちゃ強いけどさ、あんまりまだ見ないレベルよ。おかんの呪い、ちょっと、いやー、さっちゃんの呪いかけないでよ。なんかもう周囲の音楽も落ち着いた音楽流れてるし。よいしょ。うわー、避けやがった、もったいねえなー。マナさん通常攻撃が一番、これいつもナンバが締めてくれるんだよね、大体牛の国参りお前な、何の意味があった出てきたんだ本当に。時間取らすんじゃねえよ。1万真相のやつが1万。金庫にあんなやつが入ってるとは。これからは金庫開けるときも少し用心しねえとな。しかしやつは俺が開けるまでずっと中にいたのか。まあこれからは、そっか、そういう外れ宝箱もあるよっていう注意だね。いやー、じゃあまだまだ、あ、でもこれもセーブちょっと一旦させてもらうけど、これでもう上上がったら終わりなのかな。一応さらにあるのは結構きついよ。あ、これあるね多分あるね。もうまた、じゃあちょっとやるか。うわ、長いな。しかもまた地下3階に戻ってきたし、行きますか。よーし、倒したー。レベルアップか。スパッチャーもレベル18。さあ、ってことで、このフロアも目的地まで来たんだけど、まあやっぱり特に戦闘でね、イベントとかはなかったので、全部すっ飛ばしちゃったんだけど、まあ本当にずーっと、雑魚戦をやってたって感じだね。回復欲しいなー。ちょっと AP ポイントが。枯渇してきたんだけど、またあるかな。うわー、続くね本当に。これ俺も1間違ってないよなこれ正規だよね。なんか長すぎて困っちゃうんだけど本当に。よーし、この回も大体終わったかな。また寄り道があるな。もうちょっとね、目的地は目的地なんだけど、なんか戻るよ。あ、ここに銀行があるんだ。これ結構いいやつなんじゃない。あー、でも結構みんな取るか、ここは。開けてみるか。まあ、結構ね、ダンジョン内では、うん、武器とか今入ってに入れたようにいろいろアイテムあるんだけど、結構ね、事前に強い武器をつけ、あ、いびつなハンマーは持ってたやつで強かったね。
うん、まあこうやって意外とダンジョンではね強い武器を手に入れられるので、まあ隅々まで見てるんだけど、そのせいでめちゃくちゃ時間、このダンジョンめっちゃ長いわ。久しぶりだからかな、もう実際でも30分40分ぐらいダンジョンやってるけど、もうできんの、何もうな、あーこのやべえやべえやつの敵だ、ここもう、いやまた地下3階に戻ってきてるけど、これ終わりあんのかな本当に。また地下2階大きなダンジョンとかやめてよちょっと行き来すぎてない、俺道合ってるよ、ちょっと不安になるぐらい長いんだけど、まあちょっと久しぶりすぎて長いのかな、前のダンジョンこんな長かったっけ。また地下2階に戻ってきちゃったよ、回復も全然ないしね、またちょっと頑張るか。大幅カットだとは思うんだけどね、基本的に雑魚戦ばっかだから。いやーやっと終わったっぽい録画時間でわかるんだけど、だいたい50分、あー何も喋らずずっとダンジョンしてたね、こんな長かったんだな。まあ結構物語の中で大事な場面ってことかな。3階に降りたり2階に上がったりして来たんだけど、さすがにここで終わりなんじゃないのか。これやったっけ。じゃあちゃんとセーブもして、これセーブだよな、セーブもして、ボスとかいんのかな、これが全体がボスとかなのかな。よし、いやー長かった本当に長かった。じゃあちょっと上に向かって、さすがに地下いやまた嫌な音する、え何あれ明らかにボス戦、なんか FF7 でこんな場所あったけど、こういう細い道行ってボスと戦うみたいなとこ、誰か乗ってんなあれ、これボス戦か。失礼します、あ始まっちゃったね。兄弟重機本当にボス戦、鉄相手にすんの。とりあえず殴れるところを殴るしかねえな。V 破壊とかある、振り回す気満々のアーム、マジマスタイル、とりあえずやってみっか。ここにも反映されるんだな一応。おい来た、まあ、レベル17でしょ結構、あいなあ、まあ、こっちに行くか。単体攻撃やったらこれが強いはず。すごいな、足痛いでしょおい、てかさ、操作してる監督官殴れって誰か一人はよ、なんで全機械の方向くの、水かけて壊れるかなじゃないのよ、あ中で操作してる監督官引きずり込んでさ、止めろこれこいつに意思があるわけじゃないんだよ、あの人が操作してるわけだから。いや、和田さん強いな、相変わらず。あの人止めたら早いの。うわ、すごい攻撃。怖っ。普通だったら即死なんだけど、もうウィンドミルでやっちゃっか、単体だけど。これ結構強いんだよね。打点が多いというか。いや、こいつを止めろ、こいつを。さあ決着つけよっか。重機の体力がこの人にも直接引き継がれてるけど、痛い目見てもらいましょうか。散々こき使いやがってよ、さっちゃんの肌とか触ったんじゃねえのてめえ、仕事中によ。もう人となりゃこっちは余裕よ。バーン避けやがった。ほんとここね来るの長かったんだから。あこれはまずい、これでもやっとこっか。ナンバが本当に強くなってさ、まあ武器が強いってのもあるんだけど、単体でも全体攻撃でも本当強くなってめちゃめちゃ頼りになるんだよね。灰皿クラッシュ、よいしょ、地ならし、てめえ一人でか
わーすごいバカなやることやってる。あのこれ結構おう結構強いな。ナンバーワンも個人団体攻撃でよいしょ。なんか直してあげよっか。キューティースマイルかわいい。こういう時はやっぱな、さっちゃんって回復キャラでもあんの。おいだ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 い、ミスらねえか。乱心斬り、これで決まるか。終わらせてやれよこの戦いを。よいやー、やっとたどり着いた。パワーショベルレベルも上がっちゃって上がっちゃって、ジョブランクも9まで来たか。今度街戻って昼間になったら、ああ職変えてもいいな。レベル10までした方がいいのかな。どうなんだろう。いい女になっちゃった。あ、なんもなしか監督か。なんだよ。開けてみるか。やったぜ。明らかにボス戦みたいなところだけど。まあでもこうやってダンジョンでいろんな武器が手に入るんだよね。何回銀庫開けたか。こんなもんか。あとは拾ったね。いやー、やっと上がれるよ地上に。太陽光浴びれるかもしれねえ。あ、ここから地上へ戻れそうだが、戻ろう。とどまる必要はない。戻ろう、もうすぐ戻ろう。抜け出そう。あー、桜川通りのナンシーを見つけたところらへんか。ここ